それじゃあ今回もカップテイテイフともっと上を目指すシングルレートをやっていきたいと思います。今回からシーズン3ということで、まあ、シーズン2がねちょっと不甲斐ない結果で、一応シーズン2は1800いくつとかで終わっちゃったんですよね。おそらくシーズン1よりも最高レートがマイナス200くらいなんで、いやもうこれはね気を引き締め直さんと2100なんていけないぞということで、シーズン3からはこう気を引き締め直してよりね、まあ、もっと取り組んでいければなと思っております。でそのシーズン3の、初回の動画ですが、ちょっとね面白いカップテレフをね用意してきたんで、まあもう言っちゃうからどうせ下にアイテム書いちゃうしねビビリ玉テレフというものをね今回は皆様にお見せしようかなと思いまして、もしかしたら使ってらっしゃる方たくさんいるかもしれないですけどね、ビビリ玉カップテテフ。ビビリ玉っていうのは相手のポケモンの特性威嚇を受けると素早さが1段階上昇するというアイテムです。まあ消費アイテムなんでね、1回消費したらまあなくなっちゃうんですが、それを使うことによってカップテテフの素早さを1段階上昇させる、まあ、つまりスカーフカップテテフと同速になりつつ、なおかつ内訳もできると、こだわってないので内訳もできるっていうのが、まあ、カップテレフの理想な立ち回りですかねまあそこまでうまくいくか分かんないですが、一応環境上にはねギャラドスとかボーマンダとか、まあ、あとランドロスとかいるんで、まあ、うまくさせていければなという感じで今回はやっていこうかなと思います。それじゃあ、潜っていきたいと思いますので対戦までカットします。どうぞ。それでは対戦相手の方が見つかりました。よろしくお願いします。エースリンってさっきってアニメにいましたよね。合ってるかな。お、いる、威嚇ボーマンダがいますね。このなんだろうね、あの企画は威嚇ポケモンがいなかった時点で、あの計画がおじゃんになってしまうのでなんか完全に企画倒れになっちゃうので、ありがたいですね、ボーマンダがいるということは。そうですね、相手のパーティー見た感じだとバルセンかな。私のパーティー特殊が、テテフリザードン Y、ギルガルドなんですよね。テテフ出せるかな。初手はガルドにするか。でもリザードンきついか。でもリザードン見るには、ミミックで無理やり見るくらいしかもうなかったりするんですよね。結構積みサイクル気味なんで。てかリザードン来そうな気がする。リザードン来たら、ボーマンダ来ない確率が上昇するんですよね企画倒れみたいなところあるんですですが、リザワイから入りましょうか。で裏にミミック、そしてカップテテフという感じでやっていきたいと思います。いやパルセいないと相手のミミックしんどいかな。一回パルセン詰めたら強そうなんですけど、どこで詰むかなんですよね引き続き私が使ってるパルセンは水ジェットパルセンなんで、多分このドサイドも一回またスーパーカートルネードで落ちると思うんですよね。ただマンダを一回おびき寄せないと詰めないところがあるんで、ドサイロンから来た、まあ、これはソーラービームから入りましょうか。ここのソーラービーム読まれると思うんですよね。読んでボーマンダに交代されてしまうとちょっとまずいんですよね。それで考えるんだったら、ボーマンダ意識でニトロチャージをする。で、ボーマンダが出てきたら、その次のターンメタコールで上から殴れば落とせるはずなので、っていうことをしたい感じもある。ただここで素直にソーラービームを打っておかないと、普通にドサイドに、そのままイバーズで落とされて負けっていうパターンがあるので、そうですね。ここはソーラービームでいいかな。うん。ドサイドの直球持ちとかだったら居座ってくる可能性あるんで。あ、引っ込んだか。これ、ボーマンダいますね。あ、リザードンか。はい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 。それだったらまだ同速勝負なので、そこまでは悪くない。問題は相手のリザードンが、どういう、どっちのリザードンかっていうところなんですが、リザ X だったら炎技が4分の1になっちゃうんで、そこちょっと困るんですよね。さあ左で転向が
良くなりました。冷え状態の良くなるってなんだ。まあ、晴れ状態、晴れはいいことだけど。まあまあ4分の1なんで、4分の1って感じのダメージが入りつつ、ここ最初はニトロチャージから入ってくると思うんですよね。パーティーにテレビがいるんで、一回ニトロチャージ積んで上から殴りたい感じあると思うんですよ、相手からすると。なんでスカーフ、スカーフテレビをゴールするとてか、もう漫画の可能性聞いたからちょっとテレビが悲しい感じになりそう。ここはこっちも一回ニトロチャージ積みましょうか。いや、それでももう大文字で殴るか、リザワイの可能性も十分にあり得ますし、特殊がちょっと少ないような気もするんで、大文字をしちゃいましょうか、普通に。あ、Y でしたね。はい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 。リザワイでニトロチャージって、もう私は使ってますけど、あんまいない感じするんで。さあ、こちらが上取ってる。こっちは最速なんですが、相手が控えめとかだったら、普通に S 勝ってる可能性ありますね。あー、ニトチャ採用するやつか。仲良しですね。仲良くなりそう。これオーバーヒート多分落ちますね。あー、急所でこれか。じゃあオーバーヒート一発耐えるかな。文字でこのダメージでしょ。ここはもうニトロチャージする必要ないかな。大文字で。オーバーヒート。耐えてほしいですが。よし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 。ダイモンジ当てる。よし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 。これ落ちますかね。落ちましたね。よし。しっかり耐えて、いい感じです。で、ドサイドの相手が出したら出しづらいですかね。出し位置が乱れるかもしれない。ミミッキュー。まあ、これは鍵打ちで落とされましょうか。素直に。一応、どうしよう。テレフが腐ってるって考えるんだったら、テレフを出すっていう手もあるよ。いや、リザードン捨てから入って、いや、ラス1に残しておいた方がよくない？ミミッキにカプテリフ出して、カプテリフ落としてもらって、ミミッキミミッキタイムを作って、ミミッキで助け持ちなんで、まあ基本有利だと思うんですよ。まあ同速ゲー入っちゃうけど。で、勝って、で残りミミッキとリザードンでドサイドンを処理するっていうルートの方がいいと思う。さすがにマキシマムっていうか、マキシマムじゃないのか。サイコフィールド化のサイコキネシスよりも、普通のリザードンのソーラービームの方がドサイドに打点取れると思うんで、ここは、カプテリフを犠牲にしていきたいと思います。まあまあまあ、サイコフィールド守られてますが、まあ、スカーフだったらここから、ここで上から殴れて一回、あれですよね、化けの皮剥がせるから強いんですけど。まあ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 。お、使ってくれましたね。よかった、助けじゃないってことは、これ、ミミッキミミッキタイムに勝てそうですね。ただ、問題はミミッキミミッキタイムで相手がドサイドンバックするんですよね。可能性として全然あると思うんですよ。それを考えると、どっかで私も交代を行わないといけない。特にもしロックブラストなんか持ってたら、カプテレフじゃないわ。ミミッキはちょっと不利の可能性全然ありますからね。で、ここでミミッキを出しますと、ここだと思うんですよ私はここでタクが生まれてると思うんですよね。相手からするとここドサイドンバックはあり得ると思う。まあでもどうせドサイドンバックしたとしても、どうせミミッキミミッキを合わせないといけないかな。ドサイドンバックしたとしても、ドサイドンに対してソーダービームを打つミミッキが出てくる。でミミッキに対して私ミミッキ投げる。そっからの化けの皮が剥がれた状態で投げり合うみたいな感じになりますよね。一回リザードンバックしましょうか。ですよね、交代するよね。よし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 。危ない危ない。で、ここでリザードンワイを投げますと。
で、ソーラービームを打って、多分ミミッキーが出てくるんですよね。で、ミミッキーの、負けの皮剥がしますと。ドサイドを居座ってくれたら、もしかしたら影打ちじゃないわ。シャドウクロウ圏内に入ってくれるとありがたいんですけど。ミミッキーの、理想としてはそれかな。まあ、落としてくれるのが一番理想だけど。まあ、安定としては交代じゃないですかね。交代したら影打ちで縛れる。まあ、影打ちで縛れるとは言っても、影打ちしたターンにミミッキュに交代されると影打ちが無効になっちゃうんで。よし、通ってる。落ちたらかなり有利ですよ。落ちるかどうか。よし、いいですね。直帰じゃなかったんですかね。よしよし、直帰じゃな、直帰でも耐えないのかな、リザバイのソーラービーム。よし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 。あとは、ソーラービームで外す、化けの皮壊して、多分影打ちで落ちますが、あとはミミッキーがね、お、影打ち打ってこなかった。ミミッキーバック警戒ですかね。で、ソーラービームをミミッキーに当てますかね。あとはミミッキーが化けの皮とタスキ持ってるんで、2発耐えられるんで、シャドウクロウ、シャドウクロウでいけるはず。よし。あー、よかったー。全然ビビリ玉カプテテフ関係なかったけどビビリ玉カプテテフ要素全くなかったけど、なんか無難に勝てましたね。普通に勝ったなんだ、なんかまあいっか、勝利は勝利なんでね。シャドウクロウですが、負けの皮で一発耐えて、こちらのシャドウクロウで、多分ダウンかな、ダウンと、ああ、耐えるんだ。まだ影打ちで。同速なんですかね、それとも相手が陽気とか、まあ何でもいいですけど。まあどっちでもいいんですけど、影打ちで。対戦ありがとうございました。よーし。シーズン3最初の動画、勝ててよかった。だから負けから始まっちゃうとなんかね、縁起悪い感じあるんで、まあ最初は勝利で収められてよかったということで、まあ、次の対戦はちょっとリザードンじゃないわ。あの、ビビリ玉カップテテフちょっと使いたいかな。まあまあまあ、っていう感じで、次の対戦に移りたいと思いますので、カットします。それじゃあ、どうぞ。それでは対戦相手の方が見つかりました。よろしくお願いします。お、威嚇ポケモンいますね。お、2匹もいる。これは、至り尽くせりですね。ありがたい。ただ、ちょっとこのポケモンしんどいですね。ズバコイルってポケモンがちょっとしんどいですね。まあ、このポケモンとか言ってるとき、私がだいたいキャプチャーを使ってぐる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 回してるけど、キャプチャーが動画に入ってないから、あんまり何言ってんだこいつってなってるパターンですね。どうでもいいけど。テテスは活躍できそうかな。比較的、ただ確か一応ウィンディは確率取れないんだったかな、最近の一発じゃだったような気がするな。どうしましょうか。物理受け方だったらこっちもやり合えると思うんですけど、普通の物理アダッカーでフレアドライブとかされちゃうと落ちるんですよね。最悪の場合同速勝負みたいなこともありえるんで、あ、まあ同速はまあないと思いますけどね。どうせ相手の威嚇一発入って上取れるんで、スカーフでもない限りは。テテフ欲しいですね。裏に置くか、初手に出すか。初手出し派ですね。私、初手出したくて。リザードンも比較的悪くないですね。リザードンが OK な感じある。で、パルシェンかな、ラス1は。パルシェンも結構いける気がする。いきましょうか。テテフリザパルシェンで、まあ、王道の選出ですね。私的には。いきたいと思います。それでは、対戦よろしくお願いします。さあ、今度こそビビリ玉テテフ使いたいですね。そう、最近ね、ポケモン熱が結構上がってきてるんですよ。シーズン3開始で。シーズン2終了間際くらいから上がってきてて。お、ウィンディ来ましたね。威嚇でしょ、多分。威嚇でしょ、あなた。さあ、フィールドを取ってる。これ、相手スカーフはないですね。よし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 。よし威嚇で、ビビり玉でビビっちゃうけど、ビビってんだ、そっちの方だと言わんばかりのこの素早さ上昇。
むしろビビるでしょあなたが。さあ行きましょう、最高記念室で行きたいところなんだけど、シダリガーバックがあり得るんですよね。でシダリガーが助けだった場合がちょっとめんどくさいかな。いや、シダリガーが来た場合はそっからパルシェンで積みましょうか。うん、パルシェンの起点にしましょう。なんでここは最近で打っていいと思う。最近で行きます。さあ引っ込んだ。これシダリガー入れっぽいですかね。もしくはジバコイル。さあジバコイルでしたね。はい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 。これは最後記念室、プラス、メザフォローで押していきたいと思います。確か最近が90の 1.5 倍の135の 1.5 倍で、200いくつかで、そうそうそう。で、2倍、さすがに2倍の目覚めれば、炎よりは軽く低かったと思うんで、これは目覚めですね。あ、そうそう、さっきの話の途中なんですけど、最近むっちゃ熱が上がっててですね、新しいバシャーモの方が使いたくて、そう、過去作の技が使いたくて、ずっと6世代で、加速理想アジャモをね、ずっと厳選してたんですよね。物理型使いたいなと思って。他にはね、いろいろ他にも厳選してるんで、まあ、いつか動画でお見せできたらいいんですけど、さあ10万ボルトは交代読みですかね。ガルドバックとかでも読んだんですかね。私のパーティーでダスク半減って、まあリザードンもいるか。リザードンあたりを意識した可能性もありますね。これメザフェンのパワーで落ちるかな。若干落ちなそうな雰囲気ありますけど、落ちなかった場合はリザードン Y のニトロチャージの起点にしていきたいと思います。目覚めるパワー落ちませんでしたので、これは起点にしましょう。鉄が落ちました。いや、十分ですよ。いや、十分だからね、本当に。内訳できて、なおかつスピードが高いっていうところで、相手の行動を封じられると言いますか。テレフを受け出しできるポケモンしか相手は出せなくなったりするんですよね、テレフに対して。で、そういうポケモンって裏のリザードンとかパルチェンとかで起点にできたりするんで。なんで、こっから。リザードン Y の起点にしていきたいと思います。一回ニトロチャージ積んでしまえば、もうボーマンドより素早いんでね。こっちが相当有利です。じゃあ、リザードン Y メガ進化。あ、こうメガ進化する意味なかったな。ここスノーニトロチャージでよかったですね。まだメガ隠せたんで。これプレミですね。これいつもやっちゃうんですよね。あー、もう直さないとな。ここニトロチャージ、メガ進化してなかった場合は、ニトロチャージを打つことによって、あ、これ X か Y かよくわかんないなっていう状況を作り出せるし、なおかつ、ヒテリターンももうちょっと伸ばせるんですよね。これ残り4ターンになっちゃうんですけど、次のターン発動することによってもうちょっと伸ばせるんで、そこちょっと直していきたいですね。さあ、ドンファンですね。これはまあ、ソーラービームで、セオリー通りいきたいと思います。おそらくリスが、まあ、岩技か何かを持っていって、頑丈で一発耐えてきて、また押すっていう算段だと思います。ですね。特性眼中発動で一発耐えますと。で、岩技か何かがあるんじゃないかなと。あー、弱保持ちかー。食べれ。これ、パルシェン積めないかなー。積んだら B1 段階ダウンして、そのまま殴られそうですよね。ただ、相手からしてもここ、こちらのつぶてを警戒、いや、まあ、つぶて警戒するんだったら適当にすればいいか。適当に岩などで押せばいいですもんね。つぶてがないことを意識するんだったら、ここ殴りそうなもんだけど。いや、でも、枯れ藪しないとまずいですよね。いや、でも、相手からすると、これ、つぶてか。何にしても氷のつぶて安定になってない？どちらにしようここで積まなかったらウィンディー倒せないと思うんですよね。私は燃え尽きる餅とかだったらこのまま焼かれて終わりなんで、上を取る必要性が出てくる。なんでここは一回カラーブをする必要があると思いますので、カラーブをします。つぶてだったら美味しい。よし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 、つぶてはもう全然入んないですね。あー、でもカラーブを意識してでも、まあまあ、でも、カレーブ警戒でなんか殴ってくる可能性も十分あるんで、ちょっとここは、なかなか、怪しい角に出た感じありますね。さあ、春状態はまだ2ターンあるんですよね。あと1ターンで終わってくれてんだったら、スーパーカートルネードで、
ウィンディー倒して終わりだと思うんですけど、助け持ちってことはまあないと思うんで、かといってもう一回カレアブなんてことをしたら、もうそれはもう地震か何かで普通に落ちる段階まで来ちゃいそうなんで、ここはもうツララしかないですね。ツララで処理。実はね、2連続ゴールの全てを打ってくれるほど優しくはないので、お相手も。さあ、ここ威嚇で A が1段階ダウンしてます。 A が1段階上昇の状態のロックブラストで落とせるかどうかっていう勝負かな。いや、晴れ状態だとしてもスーパーカートルエルの方が入りますかね、これ。いや、どっちだろうな。私のパルシェンって前にも言ったと思うんですけど、 A の A より C の方が実数値が高いんですよね。そう、今左道は右下に表示してると思うんですけど、 A が 135C が136なんですよ。なので、どっちがいいんだろうな。命中まで考えるとスーパーカートルネードだけど、ダメ系がしたいけど、もう残り20秒ぐらいしかない。ロックブラが威力が25×5125。スーパーカートルネード185。スーパーカートルネードだと思う。 C2 段階上昇してるし、 B 物理型なら B に振ってると思うんですよ。努力値物流系の場合ね、もし物流系だった場合、それも考えるとここはスーパーカートルネードで殴った方がいい気がする。角に出ます。さあ、自ら突進、ウィンディ落とすことはできた。よっしゃああ、ちょっと怖かった。対戦ありがとうございました。まあ、これめちゃくちゃ普通に落ちるんだったら、何うだうだしてたんだって感じですけど。よかった、ギリギリとかですかね。ちょっと晴れ状態はちょっと警戒してしまうな。じゃあ対戦ありがとうございました。まあ、ビビリ玉テレプのね、まあ、ちょっと面白い使い方ができたんじゃないかなと。まあ、精神的動揺を狙える的な感じで。むしろ相手がビビっちゃうみたいな感じで。皆さんもぜひね、ビビり玉テテフで相手をビビらせていって、まあ、精神的優位に立って、なんか気持ちの上で勝ちましょう。ちょっとよくわかんないこと言ってますけども。単純に使ってて面白いポケモンだと思うので、ぜひぜひ、おすすめでございますので、ぜひぜひ皆さんお使いくださいということで、今回はここでおしまいにしたいと思います。それじゃあ、ここまでご視聴お疲れ様でした。そして、ありがとうございました。ぜひね、次回のパーシーズン3も頑張っていきますので、これからもぜひご視聴応援のほどよろしくお願いいたします。それじゃあ、バイバーイ。